白鳥古墳の前景白鳥古墳は愛知県名古屋市厚田区にある前方公園墳。白鳥公園に隣接する厚田神宮では白鳥御陵と称する。6世紀初頭に築造されたと考えられている前方公園墳で宝持寺のすぐ隣に位置する。かつては宝持寺が管理していたが1876年からは厚田神宮に戦後は 名古屋市に管理が移された。全長70メートルなどとされるが、これらは1951年に名古屋大学が調査測量を行った際の数値である。しかし前方部南端は道路建設で公園部の東側は鳥居の建設などで、また西側も宝持寺の移転改築などに伴って噴居部が掘削されており、元々の形を止めていない。 前述の調査で前方部が作兵されている可能性が指摘されているほか、噴球東側に幅5メートルほどの平坦面があったことから、二段、蓄星であった可能性もあるとされる。噴球には末室の円筒埴庭が巡らされていた。また、かつては噴球の東側から北西側にかけて幅10メートルほどの集合があったと推定されるが、 現在では確認できない状態となっている。天保8年8月14日の台風の際に、両上の木が倒れて、内部の石室が露出。尾張名所図へ付録2巻によれば、石室は全長約3.7メートル、全幅1.2から1.5メートル、深さ1.5から1.8メートルの石垣組みで、5枚の二石によって覆われていたという。 宝持寺の僧侶の手によって一旦取り出されたが、自社官への根性、表記の結果、石室へ戻され、紛糾も球状へと服したと伝わっている。その際に形状や数などが記録された。古墳は、尾張氏の主張墓と考えられている。厚田神宮社殿では、日本穂高の見捧ぎとしている。これは、こののに葬られて後白鳥となった日本穂高が、 当地に降り立ったという伝承に基づく。神宮では、北方約300メートルにある、ダンプ山古墳を、叩けをお墓と称して、日本穂高日の宮洲の小びめの墓とし、現在も毎年5月8日に、白鳥古墳と、ダンプ山古墳とにおいてご両母祭を行っている。以下の三種に出土遺物の書写図が記載されている。小田切春江書写図植松茂岳書写図厚田。 白鳥三法持ちでらし書写図、元りの利長は当地を訪れた際に、四季島の山戸子筆見白鳥の掛けり今ししあとところ、これと歌を詠んだと言われ、その歌碑が公園の堀川川の入り口横に混流されている。ありがとうございます。